スンダとウパスンダの死闘。中央がティロッタマー。ウパスンダは、インド神話に登場するアスラである。ダイティア族に属する。ニクムバあるいはニスンダの息子。スンダと兄弟。息子はムカアスラである。スンダとウパスンダ兄弟は三階を征服して、デーバ神族から支配を奪った。そこでブラフマーガミは、アスラ族から三階支配を奪還すべく、交渉神。 ビシュバカルマンに、絶世の美女、アプサラスのティロータマーの創造を命じた。ティロータマーを見た途端、スンダとウパスンダは、ティロータマーを奪い合い、やがて兄弟でありながら、死闘を繰り広げ、自滅した。これは、マハーバーラタに登場する有名なシーンでもある。マハーバーラタ一巻201章に、インド神話 P159。 インド神話伝説辞典ピアニッシュも94から95、ウパスンダの子。インド神話伝説辞典 P318、ムーカの子。マハーバーラタ一巻200章 -204 章。インド神話ピアニッシュも159から163。神の文化史辞典 P335。ありがとうございます。